ギガ連射 ということで、今回やっていくの。もう一個このままやってみるか。あれ猛牛の雪玉転がしってゲームをね、あれやろうとしてたんですけど、タイトル見たら、あれ 今違ったよ、俺一瞬。なんなのこれ、なんなのこれ。今、赤玉転がしになってたよね。戻っても、あれ不思議なことが起こるもんだな。ということで、今回やっていくのはこちら、猛牛の雪玉転がしをやっていきます。もしかしたら10回とか100回とかやったら、なんかこう、確率で違うトップ画面が現れるのかもしれない。そういうギミック。面白いけど、実況者泣かせだな。何時間これに貼り付けばいいんだってことになっちゃうから。ということでね、北海道で、ってことでって言ったら、北海道で雪がね、積雪かな？雪じゃなくて積雪かな？観測されたってことでね、クタのトップニュースにもなってましたんで、クタのトップになんかこう、ブログ特有の下にこうポップアップする感じのところでね、11月4日に積雪がありました、雪が降りました、みたいなのが書いてあったんで、まあ、雪にちなんだゲームやろうかなと思ってこれを選びました。猛牛の雪の転がし。ちょっとね、怖いね。手をつけるのはこれは。ね。1秒、1秒、1秒だって。しかも、ST ブラックと ST ホワイトってこいつ多分、同アカウントだろう、きっとな。やっていってみましょうか。ね。不穏な空気漂わせる今回の猛牛の雪ドラマ転がし。まあ、まずはあらすじから読んでいきましょうか。はい、ということでね、まずあらすじから読んでいきましょう。あらすじ、笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、荒ぶる勢いそのままに雪原を駆け巡る、驚異の無表情キャラ、猛牛。目の前に立ちはだかる大きな雪玉をスピードをつけて転がそう。マウスを押すと雪玉をプッシュ。さらに連続してクリックすると、だんだんスピードが上がっていくぞ。障害物に当たってしまうと現場になっちゃうので気をつけようということらしいですが、このゲームでどうしてこれ1ってのが1秒っていうのは達成できるんだ。全く意味がわからないんだが、やってみましょう。まずは1回目、初見プレイ。いや、これで1秒おかしいだろ どのど、どういうクリックのスピードをすればこれで1秒になるんだ。今の草は確か猛牛食べた。え、そうなるの？逃げちゃう。ブロストがいるぞ、ブロストが。シュールだもん。どうせ言うん。ああ。なんかに当たった？当たった気配ないけどな。これ1秒。なんだろう、まず一発目でなんか、スターみたいなの取るって感じ。あらら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 ら、当たっとる。待て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 、これの1秒はおかしい。なんかチート法があるんか。それを疑いたくなるな。いや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 。例えばこのツナ缶取れんぞ。俺にはツナ缶を取ることができない。あ、金もダメなのね 待て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 、これで1、これで1秒は無理じゃん。これで1秒は無理じゃん。蒸気を逸しとる。あれは取れるの？このジュースは取っていいの？取れないの？取れない感じだね。何らかアイテム取れそうなんだけどね。あの草は取っていいと思う。取れないの？取れないね。取れないね。まず一回ゴールしましょう。落ち着け。落ち着いてゴールしていこう。いけない？おかしいな。おかしいな、このゲームは。ちょっとおかしいな。まずゴールができない。雪降ってますね。積もってますね。どこら辺から当たり判定になってんだ。どこら辺から当たり距離なんだろうね。この辺まだ当たってるよね。当たってないよね。できるだけキープ真ん中だな。キープ真ん中だな。真ん中押してるつもりでもね、なんかだんだんと、あ、進んだ。
サトルとモーっていうね、慎重に行けよ。慎重に行こう。なんか攻略法があるんだろうな。はい。ゴールって書いてある。しかも、なんで逆なの？このゴール逆にする、このこだわりを。リザルト45秒。8位です。いやはい。8位だよ。こんな。これ、ツナ缶取れるの？取れないね。あの、モーの時にめっちゃ滑るんじゃないかな。俺の勘が確かな。取れないね。草はどうやって取るの？モーは。取れないね。ちょっとしばらく続けてみます。45秒よりも上のスコア取れるまでちょっと続けてみますね。はい。あ。な、そりゃねえぜ。燃料だらけだ。あー。いやー、当たってないって。ここダメなの、ここが。いきます。あれ？あれ、あなた。あんた、猛牛じゃないね。クターだね。一緒じゃ結果は大して変わりやせん。あうー沼ゲーでした。あう当たってる。あう俺だって、ゲーマーの端くれ。あ、いける！あと13メートルじゃ。あれ金になった。何これ何これ金。金初めてなんだが。ここまで100回以上やってきて、金は初めてなんだが。見事です。この金でクリアしよう、一回。つまり、これは、クタの金玉転がし、あバーカ。よし、そろそろハイスコア。そろそろハイスコア。よし、いいぞ。これはいける。これはいける。いいよ。ここでミスらない。2回草を取れたのはいい。てててんてん。よっしゃ！これはいった。最高得点だけど7位だよ。あー、もう悔しいな。上位に噛みつけねえ。食らいつけねえ。ようやったと思うね。20秒切れば相当だと思う、このゲーム。まあ、運も絡むし、まあ、もちろん実力も絡むけど。うわあ、一番必要な耐久力かもしれない。忍耐力。結構難しかったでした。はい。挑戦する人は挑戦してみてね、ということで。猛牛の雪玉転がしでした。猛牛以外も出てくるのでね、その辺もいいと思いますね。赤玉もあれば金玉もあるということで。ということで、猛牛の雪玉転がし。まあ、皆さんやってみてください。ほんなまった。